はい、万次郎です。台風がね来てるんですよね。夕方から吹きそうでね、まあビュービュー言う前にね、オールドレンザントークを収録してしまおうということで今やっています。今日はね、何を、お話しするかというと、ニコンのね、フルサイズミラーレスがね、まあ、いよいよ発表されるということで、今現在ね、ディザー広告っていうね、チラ見せみたいなね、全くじれったいことをやってるんですけども、まあまあね、大体の仕様も漏れてきてますし、形もねそれなりに分かってきたと。まあそんなところでね、少し、その検証をしてみようかなと、そんな思いです。画面のね、まあこの辺にね、まあそのディザー広告のね、チラ見せ画像をね少しアップしてみようかなと思ってますけども、まあそれを見ながらね、一つ一つ検証していきたいと思います。まず概要としてね、まあ皆さんもご存知のことですけども、2機種用意されてるみたいですね。1機種は2400万画素、もう1機種は4500万画素の高画素機になるみたいですね。それでね、大きさはね、α7 III より若干大きい程度っていうことなんですよね。グリップをね深くして握りやすくしたみたいですよね。まあその辺はね後発、デザインね自由にできますから、まあ、有利ですよね。少しね、ちょっとこう目を見張るものとしてね、五軸ボディ内手ブレ補正っていうのをつけてきますね。これ初めてじゃないですかね。センサー方式なのかね、デジタル方式なのかはちょっと見えないんですけども、まあね、センサー方式を載せてくるんじゃないかなという、そんな感じですよね。まあ、当然ね、α7 III を目指してという機種ですから、センサー方式なんでしょうね。連写としてはね、秒間9コマ、まあ、十分ですよね。まあ、私連写全然しませんのでね。それからですね、まあ、注目するところがマウントですよね。マウントは新マウントで、ね、内径 49mm 外径 65.4mm ということなんですよ。まあ、いろんな方がねこれ中盤まで入るんじゃないのというようなことをねおっしゃられるんですけども、富士フィルムのね、中盤カメラ GFX ね、そのセンサーは横がね 43.8mm、縦が 32.9mm なんですよね。その中盤センサーのね対角線長が、これルートで出るんですけども、54.8mm ということですからね、内径の 49mm を十分超えてしまうんですよね。ですから、このマウントでね、中盤カメラを作るということはどうも無理みたいですね。それと、メモリーカードね、これはね XQD と CF エクスプレスっていうかね、まあ従来使ってるものをそのまま踏襲するみたいですけどね、まあ、これはね他社のユーザーからするともうちょっとがっかりですよね。高いんですよねこれ、あんまり流通してないもんでね。まあ SD をね積んでいただける可能性もありますけどね。はい、また注目するところでは EVF ね、解像度が360万ドット。まあ、従来機種のものと同じかな、ソニーのね。まあ、α7 III よりはいいですよね。
ちょっと前にねお話したようにね、ソニーの戦略としてね、サンプル出荷している UXGA1600×1200 っていうね、576万ドットのビューセンサーは積んでこないみたいですね。まあ、間に合わないですよね。今年の末、来年初めぐらいの出荷ということですから、ちょっと無理ですね。セットレンズに関しましてはね、2470、ね、F4 投資の標準ズームレンズがつくみたいですね。その他には 50mm とかね、35mm F1.4 みたいなね、単焦点レンズが 2,3 用意されるみたいです。マウントアダプターに関してはね、全てのニコンレンズが使用可能と、まあ当然ですよね。まあただね、他社のねオールドレンズね、私のようにオールドレンズ使いですよね。これはね、安価なマウントアダプターが出るまでね、相当時間がかかりそうですね。出てきてもね、1枚2枚みたいなね、そんな感じがするな。でかいですしね。はい、AF のね即拠点は400点以上ということでね、この即拠点はね、増面操作の即拠点なのかね、コントラストの即拠点なのか分かんないですけども、まあほぼねソニーのファーストハイブリッド方式とよく似た性能が得られてるんじゃないかなと、そう思います。なぜかというとね、動画 AF の機能はね非常に優れているという、まあ、そういう噂なんですよね。まあ、ただね、2機種ともその速い動画 AF がねつくかどうかっていうのはまだわからないということらしいです。それからですね、背面液晶はチルト式になるということですね。バリアングルではないと。まあこれ好みのね問題ありますけどね。やっぱり動画をね撮るとしたら、まあ、バリアングルにはちょっと勝てないんですよね。まあ写真がね主体ならチルトで十分かなと、そう思います。それと軍幹部にサブディスプレイがつくとね、まあ、これはね、従来機種がたくさんそういうねサブディスプレイがついてますので、なくなるとね、見づらいっていうかね使いづらいっていうことがあるんだと思いますよね。そしてバッテリー、これはね現行機種より長持ちしないらしいです。まあ、当然ですよね。5ジグボディ内手ブレ補正とかね、これセンサーシフト式をつけるとね、まあパナもそうですけどね、ソニーもね、そうだったんですけども、従来のねバッテリーをそのまま使うとね、当然、まあ、センサーを動かしてる分だけね電池食うんですよね。すぐなくなっちゃうというね。このバッテリーがね長持ちしないっていうのはね、結構ね後でこうボディーブローのように効いてきますけどね。そして価格ですよね。価格は高画素タイプのね、キットレンズ付きで4000ドル、まあ110円換算でね44万円程度ということですね。標準画素タイプが3000ドル、これは33万円。まあ、レンズがね10万円程度とすればね、ほぼ本体ね α7R3α7III とね同じ価格帯に持ってきているということなんでしょうね。で発表の方は8月23日ね、それまでじれったいことやってるんですよね。それでね注目度は集めるというのは分かるんですけどね、さっさとやった方がいいような気もするんですけどね。そして9月26日にね、ドイツで行われるねフォトキナで、まあ、公開を予定しているということなんですよね。まあざっと見てね、まあ、総評として感じるところではね、まあ、おおむねニコンユーザーをターゲットにした仕様でね、まあ、他社からね、
乗り換えを促すような魅力は、この仕様だとないかなと、そんな感じを受けますね。まあ、それでもね、全世界にいるニコンユーザー待望のフルサイズミラーレス機ですからね、多分 D850 同様、まあ、それよりね、相当売れるんじゃないかなと。ニコンのね、生産設備なんか、D850 の時もね、全然間に合わないっていうことですから、急にね、たくさん売れればね、なかなかこう、手に入らないということが起こり得るような気がします。まあ、なんといってもね、ニコンユーザーって多いですからね。まあ、押村くんはね、もう少し甲府見込んでほしかったなという気はするんですけどね。まだ全容わからないですけどね。まあ、ただね、マウントが大きい分ね、大砲のようなこうレンズがつきますのでね、迫力はあると思うんですよね。格好はいいかなと、そう思いますね。まあ、これを見てね、キャノンがどんな方向にね走っていくのか、まあ、それも楽しみですけども、まあ、キャノンユーザーがね、ニコンに流れるというほどの仕様じゃないかなと。まあ、それならね、ソニーへ行くというね、選択の方が多いかなという、そんな感じがします。まあ、基本、ニコンユーザーをね、つなぎ止めるための、まあ、最初の一手ということなんでしょうね。まあ、その後のね、ミラーレスね、この新型マウントがね、相当可能性を広げてきますのでね、いいものが出来上がってくるんじゃないかと思いますけどね。まあ、かなり頑張ったんじゃないですかね。今年末かね、来年度に入ってからなんてね、そんな最初ね、声もありましたので、これが秋口に出るということであればね、頑張ったなと、そう思いますよね。まだ分かんないですけどね、発表されてもね、発売までは、どのぐらいかかるのかなと。まあ、いろんなね、リーク画像がね、出ていますので、まあ、かなりテストされてるっていうのはね、分かりますね。まあ、楽しみであります。はい、この動画はね、良かったと思われる方でグッドマーク、そしてぜひね、登録の方お願いします。万次郎でした。